G2 第5回レディースオールスター優勝、小野聖奈選手です。小野選手、本当におめでとうございます。それでは表彰セレモニーに移らせていただきます。まずはじめに一般財団法人日本モーターボート競争会会長賞としまして優勝カップの贈呈です。一般財団法人日本モーターボート競争会芦屋支部執行役員古賀泰蔵様より授与されます。古賀様、お願いいたします。小川様、ありがとうございました。続きまして優勝賞金の授与です。芦屋町長畑野茂丸よりウィナーボードが贈られます。畑野町長、お願いいたします。はい、畑野町長、ありがとうございました。また優勝いたしました小野聖奈選手には芦屋町より記念品の八朔の馬が贈られます。続きまして芦屋町モーターボート競争事業管理者大永光信幸より祝福の花束が贈られます。はい、ありがとうございました。さあ、それでは見事優勝しました小野聖奈選手にお話伺っていきたいと思います。はい、小野選手、本当におめでとうございます。ありがとうございました。改めて今のお気持ちいかがでしょうか。本当に嘘みたいな夢みたいな感じです。優勝戦前の精神状態というのはどうだったんでしょう。はい、まあいつも緊張するんでそのまま緊張してたんですけど、はい、昨日競技委員長の方からもう緊張しないのは無理だから、はい、もうそのまま行っておいでっていう風に、はい、アドバイスしていただいてもう緊張していきました。もういい緊張状態で出来ましたかね。はい、まあ、先ほどウィンディングランもされましたけれども、はい、水面でファンの方たちの姿見えました。はい、そうですね、ちょっとコロナで寂しい状態が続いてたんですけど、はい、ファンの皆様が最後まで手を振っておめでとうって言ってくださって本当に嬉しかったです。うん、さあ、そして今日は、ね、本当に最後まで試運転でこう船を確かめているような姿もあったんですが、はい、そうですね、はい、乗り心地がちょっと不安があったので、はい、しっかり回らないとみんなうまいから刺されると思って、はい、最後まで頑張りました。また今日は今節の中で一番風も出てましたよね。そうですね、まあ、でもそこまで水面が荒れなくてよかったです。はい、さあ、そして、まあ、スタートなんですけれども優勝戦、はい、コンマ07のトップスタートだったようですが、はい、もう行くしかないと思って、はい、行きました。うん、まあ、そしてこのレディースオールスター、まあ、昨年悔しい思いありましたが、はい、その雪辱果たせましたね。そうですね、はい、去年は本当にファンの皆様を裏切ってしまって申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいだったんですけど、はい、今年ちょっとでも返せたかなと思うと、はい、嬉しいです。また今年はこの芦屋での開催、この芦屋に対するお気持ちというのはいかがだったんでしょう。はい、もうずっと言ってるんですけど芦屋は一番練習した水面で思い出もたくさんあって恩返ししたいと思ってたんで、はい、思い入れは強い水面です。うん、まあ、レディースチャンピオンに続いて2度目の優勝ということで、やはりこの地元の水面が背中を押してくれましたかね。はい、そうですね、本当に芦屋はまあ、たくさん練習で転覆とか落水とかもしたんですけど、はい、いい思い出もたくさんあります。うん、そして今年は年末のクイーンズクライマックス、ここは福岡で行われます。はい、ここも地元ですね。そうですね、はい、福岡勢今みんなすごく頑張ってるので、たくさんの人数で12人に入りたいなと思います。うん、さあ、次節は3月7日から戸田の G3 オールレディースを走るということになりますが、はいはい、まだなかなか、ね、こう入場制限がかかったりという状況が続いてはいますが、はい、小野選手、今後ファンの方々にどのようなレース見せていきたいですか。そうですね、本当に世間は大変で、でもボートレースは、まあ、普段通り選手は
レースさせてもらってるので、その感謝の気持ちをお客様にちょっとでも伝えれるような走りをしていきたいと思います。はい、まあね、レディースオールスターはやはりこうファンの方の投票あってというところがあると思うんですが、はいはい、この大会走れるっていうところもやはり小野選手にとってはいかがなんでしょう。はい、そうですね、うん、なんか若い子とかもいっぱい出てきてるのに、先輩たちもいるのに、自分がドリームに選んでもらって、本当にファンの皆様には感謝でいっぱいです。じゃあ今節も画面を通してたくさんの方が応援してくださったと思います。では最後に小野選手から全国のファンの皆様へ一言お願いします。はい、一節間ありがとうございました。今でもちょっと夢みたいなんですけど、これからも精一杯努力してまた活躍できるように精一杯頑張りたいと思います。これからも応援お願いします。はい、小野選手本当におめでとうございました。以上をもちまして G2 第5回レディースオールスター表彰セレモニーを終了させていただきます。ファンの皆様には初日から多数のご声援をいただきありがとうございました。今後ともボートレース芦屋をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。